続いてがこちらですね。ちょっとお菓子かなと思うんですが、わーびっくりした、黒猫ちゃんが出てきた。クローンやランタン、ちょっと見させていただきます。本当だ、ランタンになってる。いや、この子ハロウィンシーズンにリビングに置かせていただきますね。ありがとうございます。中にはモロゾフのチョコレートが入っているそうで、めちゃくちゃ嬉しいです。冷蔵庫でちょっと冷やしてからありがたくいただきたいと思います。ごちそうさまです。あとこちらもハロウィンのおやつの詰め合わせが入ってました。すごい、つむじいさんへ今日は楽しみに来ました、サンキューということで、こちらこそありがとうございます。おやつの差し入れまで、後ほど子供たちとのんびり開けさせて食べさせていただきたいと思います。大変ごちそうさまです。で、続きましてがこちらですね。パンダちゃんのすごく可愛いシール貼ってくださっていて、中が見えないとね、気になりますね、なんだろうって。こちらはよいしょ、あらーあらら、まず素敵なハロウィンのキャンディーが出てきました。大変ごちそうさまです。後ほどありがたくいただきたいと思います。で、あとすごく素敵な紙物ファイルですかね、見させていただきます。とってもね、綺麗な引き揃い糸のリボンかけてくださっていて、よいしょ、いや、なんかワクワクしてしまう。開けると、あらー、トラベラーズトレインのこれは活版シールだ、良いんでしょうか。嬉しい、ありがとうございます。これかっこいいんですよね。うわ、ちょっとまだもったいなくて貼れないけど、大事に貼るところ考えたいと思います。あ、パタパタなってる、面白い。ちょっとすいません、こちらこのままで。素敵なフレークシール入れてくださってたりとか、こちらの真ん中にはなんだろう、あらー、おしゃれー、あ、ラベラーロールシールこうやって入れてくださってるんですね。いや、しゃれてるなー、切ったみたい。へえ、いや、皆さんアイデアがすごい、ありがとうございます。なんだろう、選んでくださってるペーパーがすごく好きな感じで、いや、嬉しいなあ。で、さらに開いて、うわー、クロモスだー、スズランのクロモス初めて見た。で、素敵な王様たちのクロモスですね。うわ、嬉しい。で、一番こっち側が洒落てる、チケットがランダムに組み合わさって、うわ、洒落てる、すごい、いや、嬉しい、シガーバンドだ、あ、綺麗、ブルーシールとか、いや、素敵、ありがとうございます。なんかもうこの入ってる小さなグラシンの袋ももうたまらない。うわ、これも素敵。うわー、いや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 、大事に使わせていただきます。すごい分厚い。いや、皆さんアイデアマンですね。めっちゃくちゃ素敵だ。パタパタファイルになっていて、うわー、反対側も、あ、うわー、電車の切手だ、嬉しい、いやー、このタイプは初めて見ました。
いやー嬉しい。素敵すぎますもん。おしゃれにコラージュしてくださって、いやーなんかね、手のひらサイズのファイルにめちゃくちゃなんか優しさとか詰まってて、いやなんか嬉しい。うわー、いやなんかいただいたものは全部そうなんですけど、宝物ですね。もうあんまり使いたくないなって思うくらい本当にありがとうございます。うわー、いやー本当にありがとうございます。あ、一緒にお手紙入れてくださっていて読ませていただきます。ダメだな、ダメだ、涙もろくなっちゃうと一気に涙腺が緩んじゃう。いや、ハンコも紙物たちも全部可愛いですねっていうすごく嬉しいメッセージいただいて本当にありがとうございます。はあ、嬉しい。であとこちらも可愛いクリムゲンさんの素敵なマステ貼ってくださっていて、開けさせていただきます。あらハリネズミさんが出てきた。いや可愛い、ハリネズミさんの小さなシール、うわ手帳に貼らせていただこう。あと電車シールが3種類で、いや嬉しい。なんかね、大好きなもの知ってくださってるっていうのは本当にありがたいことで、本当にお気持ちがすごく嬉しいです。ありがとうございます。そしてこちらですね、ガトーフェスタ原田の素敵な袋に入れてくださっていて、なんだろう、キティちゃんの素敵なジップバッグに入れてくださっていて、倉橋玲さんが見えてますね。これはなんて素敵なコンパクトみたい、カンカンかな、わかわいい、嬉しい。こちら缶入りのメモなんだそうで、いや嬉しい、うわーかわいい、すごく好き。いやなんかコンパクトみたいなカンカンがかわいすぎますねこれね。いや大事に使わせていただきます、嬉しすぎます。であと倉橋玲さんの素敵なポストカードに美味しそうなタルトですね。であと素敵なポチ袋ですかね。いやこの絵柄ね大好きなんで嬉しいです、最高ですよね。でうわー誕生日じゃないけど嬉しいし、うわー素敵、これ飾らせていただこうかな、このまま。うわー素敵ー、ありがとうございます。なんて素敵なカードなんだ、ありがとうございます。そして続いてがこちらですね。あらら、素敵なブルーの袋に入れてくださっていて、まず、こちらがピーチって書いてある、あ、コーヒーのピーチ味なんですね、珍しい。ありがとうございます。こちらと、あと可愛いポケモンのジップバッグの中にはたくさん紙物入れてくださってますね。
すいません、ちょっとこちらこのままでのご紹介なんですが、チケット風の素材だったり、あとフレークシールですかね、であと素材 C などもいっぱい詰めてくださっていて、でこちらは面白い素材たちをいっぱい入れてくださってますね。なんだろう、レシートとかメニューみたいな素材紙に、かき氷の美味しそうなカードに、ここら辺がミニメモ帳ですかね。すみっこさんたち入れてくださってたり、あとかわいいワンちゃんや、あと宝石柄の一筆線ですかね、かわいいメモ詰めてくださってました。で続いてがこちらですね、素敵なハンコを押してくださっていて、贈り物在中 for you ということで開けさせていただきます。まずこちらは焼き菓子ということで気になりますね。ちょっとちらっと見てもいいですかね。あ、素敵、かわらせんべいっていうのかな、かわらクッキーというか、感謝って書かれていて、こちらこそ大感謝です、もんありがとうございます。美味しそうですねこれね、食べるのがすごく楽しみになるかわらせんべいのクッキーと、あ、白さん、あ、白さんですね、お手紙読ませていただきます。あ、やっぱり瓦せんべいなんですね。あ、よかったよかった、当てた。いやー、私の憧れですということで、とんでもない。なんかね、会うたびにいつもあったかくお声掛けくださってね、すごくいつもほっこりしてます。白さん本当にありがとうございます。なんかね、そのイベント出店とか、私もね、なんか不安でいっぱいになったりとかするんですけど、ちょっとずつこうやってみたいことが形になって、本当にもう皆さんのおかげですね、本当にありがとうございます。でこちらのかわいい、これはハロウィンシェーカーですね。シェーカー、なんかね、クモの巣とかお化けとか、かわいいビーズいっぱい入れてくださってますね。いや、かわいらしい、ありがとうございます、作っていただいて。うわー、ドルチェビータさんだ。こちらは素敵、すごく素敵なラ・ドルチェビータさんのペットテープ入れてくださっていて、で、あとすいません、ところどころになるんですが、かわいいシールや活版のメモですね。ほっこり系のメモをいろいろと入れてくださっていて、これかわいいですね、エンゼル洋菓子店美味しそう。いや、これはすごい、チアリーチャム×アップルパイですね。あ、余白さんだ。このメモね、買いそびれちゃったんでありがたいです。めちゃくちゃ素敵。あ、トムとジェリーのかける半球だ、珍しい。半球電車ね、最高ですよね。あとほっこり系のメモもちょこちょこと入れてくださってて、あとちょっとこうアメリカンな、あ、素敵、すごく好きな雰囲気だ。おしゃれなメモも入れてくださってて、あ、クリームゲンさんだ。いや、すごく素敵、かわいいありがとうございます。そしてこちらのすごいかわいい音符のクリップに、キキララちゃんのこのペーパーかわいすぎませんかね。いやー、パフェかけるキキララちゃん最高ですねこれはね。いやー、かわいい
あ、でこちらにも鉄道のシールだったりとか、あ、でスイマーのシールですね。すごいたくさん入れてくださってありがとうございます。子供たちと使わせていただきます。続いてがこちらですね。素敵なお手紙見えていて、確か大阪から来られた参加者さんだったかなと思うんですが、本当にありがとうございます。いちごミルクさん、そうだ、大阪からね来られて、で以前ね、あの東京の神博でちょっとご挨拶させていただいたことあったんですけど、今回ね、あのワークショップご参加くださって、一緒にね、あの少しだったんですけど話せてすごく嬉しかったです。またね、あののんびりおしゃべりできる機会があることをすごく楽しみにしています。ありがとうございます。なんかね、すごく面白い緑のネットに美味しそうなお菓子など入れてくださっていて、いや面白い。あ、まずこのレーダーの大きな消しゴムと思ったのはミルクキャラメルなんですね。面白い。ありがとうございます。あの編集しながらありがたくいただきたいと思います。で、あと大阪レトロカフェドーラ、これはバターのコク、オグラン、いや、なんかもう見た目が美味しそう。菓子ということで、あ、なんかふわふわしてる焼き菓子っぽいので、ちょっとね、ちょっとね、お腹減ったんでいただいてもいいですかね。ちょうどね、あのもうね、撮影がどんぐらいだろう、今4時間ぐらいかかってるんですけど、ありがたくいただきたいと思います。あ、どら焼きみたい、美味しそう。いただきます。わー、美味しい。いや、もう非常に素朴などら焼きで、なんかね、ちょうど今ね、あの小腹が空いてたので本当にちょうどいいです。大変ごちそうさまです。これも気になりますが、ちょっとね、またもうちょっと先に食べさせてください。本間もんのたこ入りたこ焼きせんべい、絶対美味しい、これは。うわー、楽しみ、ありがとうございます。なかなかね、ご当地おやつって食べれる機会がないからありがたいです。で、あとかわいいキングオブアールグレイ紅茶、なんかワンちゃんの、なんだろう、王様、王のお気にって書いてある。毎度お気に、へえ、大阪ちゃうちゃうちゃ、へえ、かわいい。いや、ありがたいな。いちごミルクさん、本当ありがとうございます。かわいすぎる。で、あと紙箔のお土産をちょっと入れましたということだったんですが、こちらはヴィンテージな、嬉しいヴィンテージな切手だったり、あとチケットなど入れてくださってますね。いや、ありがたいです。ファイル作りなどに使わせていただきます。で、あと可愛らしいペーパーたちですね。これは水島さんだっただろうか。素敵な素材紙に、あ、これいろんな参加者さんというか、お裾分けでいただいた入道雲デパート、気になりますね。旧古堂さんだろうか、違うかな。素敵ですよね。クラウドビールフェア。ありがとうございます。で、そして続いてが、こちらですね。ちょっと今ね、あの横から見て驚いたんですが、すごいファイルが入ってる。すごい。あ、嬉しい、センチメンタルサーカスの封筒ですね。わー、初めて見た、かわいい。わー、ハロウィンファイルを作ってくださったということで、お裾分けファイル初号機ですっていう風に書かれてるんですけど、
あったかなお手紙も本当にありがとうございます。娘さんと一緒に上白行かれたそうで、その時の購入品などをちょこちょこ詰めましたということで、すごく嬉しいです。すいません、少し机の上フラットに戻させていただきました。いやーで嬉しい。いやー、ファイル作ってくださったなんて本当に嬉しい。いやー、すごーい、ハロウィンファイルだ。綺麗な女の子表紙に飾ってくださっていて、で裏にはおやつ食べてる女の子たちですかね、かぼちゃが横にいてて、いやー、開けさせていただきます。あらーかわいい、初号機とは思えないくらいかわいい。くまちゃんのかわいい切り抜きに下が、いや嬉しいなー、大事な初号機を、あ、蛇腹になってる、かわいい。素材はちょっとすいません、このままのご紹介なんですが、ヴィンテージ系のすごく素敵な素材入れてくださってたり、これかわいいですね、トリックオアトリートのチケットみたいな感じで、ありがとうございます。あ、嬉しい、素材いっぱい並べて入れてくださって、ハロウィン系の小さなかわいい素材と、ちょっとクマちゃん見せていただいていいですかね。クマちゃんの後ろに誰がいるのか気になる。いやー、なんか帽子かぶってるクマちゃんたちがかわいすぎる。いやー、なんかほっこりしちゃうなー。みんな魔女っ子バージョンなんですかね、これはね。かぼちゃかぶってたり、うさちゃんもかわいい。いや、いっぱいありがとうございます。で、一番後ろのポケットにはこう穴が開くタイプの素材 C ですかね、詰めてくださってました。ありがとうございます。で、右側にはすごく素敵なマステ巻き、あ、嬉しい、紙箔のマステなどもいっぱい巻いてくださっていて、後ほどね、楽しく伸ばさせていただきます。可愛い女の子もいますね。あ、ネクタイさんもいる。で、素敵なハロウィンコラージュしてくださっていて、可愛いトリックオアトリートのシールつけてくださっていて、あ、すごーい中にシールいっぱい入ってる。いや、かわいい、すごくかわいい。こちらはなんともかわいいアニマルちゃんたちのフレークシールと、こちらもハロウィン系のかわいいシールたちですかね。いや、なんかハロウィンコラージュを楽しみたくなりますね。こんなにいっぱいハロウィンの素材入れてくださってるんで。いや、かわいい。なんだろう、ハロウィンだけどほっこり系で、あったまりますね、なんかね。な感じで、ありがとうございます。いや、なんかワクワクしちゃう。次のページめくらせていただきます。こちらが、あらーかわいい小さな魔女の女の子が、いてて、中にシーリングスタンプのシールみたいな感じで、あ、かわいい。立体的なシーリングスタンプのシールですね。ハロウィンバージョンでなんてかわいい。ハロウィン系のシールですかね。すいません、こちらもちょっとこのままでなんですが、ハロウィンコラージュの際に使わせていただきます。いや、で、この
額縁の中にシェーカーが入ってるのがめちゃくちゃ可愛い。なんかシャカシャカこう振りたくなりますね、ファイルごとね。これは多分取り外しできないから、ちょっとこうトントントンとやる感じですね。可愛いビーズたくさん入れてくださっていて、うさちゃんも可愛いですね。あ、すごい、これはロール付箋ですかね。あ、すごい、トレペにこうやってやってくださってるんだ。面白い。あ、持ってなかったのでね、めちゃくちゃ嬉しいです。いや、素敵なロール付箋に、わあ、これはエリックさんだ。いや、素敵。まだね、あんまりロール付箋って持ってなかったので、いろんな種類見せていただけて嬉しいです。あ、これは木のとりこさんだ。へえ、こちらは作家さんの名前わからないけれど、ほっこり系の素敵なロール付箋ですね。で、これは飛松翔一郎さんだ。やっぱり素敵ですね。ありがとうございます。で、こちらは今回の紙箔のロール付箋ですね。いや、綺麗。素敵なデザインのと、で、これは再びの飛松翔一郎さんですね。へえ。いや、なんかね、こうやってお裾分けすればいいんだなって、ものすごく勉強になりますね。そう、ロール付箋ってちょっとお裾分け難しいんじゃないかなと思ってたんでね。あ、で、こちら私も持ってる北岸由美さんのすごく素敵なロール付箋ですね。で、あと福分けハンコさんも入れてくださっていて、で、続いての袋が、いや、かわいい、ネクタイさんの文字がかわいすぎる。今日の出来事忘れない、ベリーグッド。いや、かわいいな。すごく素敵なデザイン入れてくださってて、こちら長木パーマさんですね。頭くっついてる。あ、で、こちらもネクタイさんですかね。素敵な絵柄に、すごい、ネクタイさんってロール付箋いっぱい出てたんですね。可愛い絵柄がいっぱいで、ありがとうございます。で、続いてのページめくらせていただきます。わー、最後もほっこりハロウィンで、なんて可愛い、トリックアトリートっていう風に書かれてて、いや、なんかこういう柔らかいハロウィンもめちゃくちゃ可愛いですね。なんかいいなー。こちらがすごく素敵な、いや、綺麗だな。すごい繊細なフレーム入れてくださっていて、これすごい、星が切り抜かれてる。どうなっちゃってるんだ。うわ、綺麗。確か作家さんのフレームだったかなと思うんですが、いや、貴重なものありがとうございます。すごい細かい。で、あと、この素材も初めて見ましたね。なんだろう、めちゃくちゃ分厚くて硬い素材なんですけれども、そのまんまね、こうファイルの表紙とかに使いたくなるような、かなりがっちり系な素材ですね。いや、面白い。ありがとうございます。貴重な素材も。で、一番後ろのポケットが、こ
ちらは飛松章一郎さんがいっぱい入れてくださってますかね。いや、かわいい素敵な絵柄ですよね。多分飛松さんの絵柄をメインに手帳コラージュとかしたらかなり柔らかい雰囲気になりそうですよね。いや、素敵だ。飛松さんのメモはね、ほとんどこの前の紙箔ではペーパーを買ってしまって、メモ帳は変えてなかったので、すごくありがたいです。美味しそう。いやー、なんかね、くすんだカラーも素敵なんですよね。かなりこう控えめなカラーというか。いや、いっぱいありがとうございます。こんなに、なんかハロウィンはハロウィンでも本幕ハロウィンという感じで、すごく好きなテイストでね、見ててワクワクしてしまいました。可愛いファイル作ってくださって本当にありがとうございます。紙物タイムなどにたくさん使わせていただきます。可愛いですね、ほっこりハロウィンね。いや、嬉しい、ファイルを作っていただけるっていうのは。コーナー金具もね、かなりがっちりめの使ってくださってますね。そんなわけで撮影2日目でございます。1日目で取り切ろうと思ってたんですが、ちょっと難しかったので、まずおすそ分けファイルにつけてくださっていた、紙物のおまけの続きからですね、紙箔で購入した紙物を少しずつですがぎゅっと詰めてみました。持っているものもあるかもですが、おすそ分けですということで、可愛いメモもつけてくださって嬉しいです。いやー、なんだかありがたくても。まずね、見えてたのがハリネズミのめちゃくちゃ可愛らしい活版のカードに、大好きですねこれ。どこのお店さんだったか、私もねちょっとまた調べてみたいなと思うんですけれど、すごく可愛らしいハリネズミのカードと、でこちらが飛松章一郎さんですかね。ほっこり系な、すごく可愛らしいメモもいっぱい入れてくださっていて、いや、なんかね、今朝ね、もう気温がぐっと下がっていて、今ね、ポカポカ靴下を履いてますやっぱりね、なんか暑いよりなんかもう涼しいとか寒い方がなんか落ち着きますね、最近はね。前は夏の方が大好きだなんて思ってたんですけど、すいません、どうでもいい話でで、あとこちらが糸井由紀さんですかね。あ、このシリーズは初めて見た。なんて可愛い。どんな画材で描かれてるのかなって、最近そういうところも気になるようになってますね。これはアクリルなのかな。ワニの被り物してるなんて可愛い。で、爽やかなレモンのメモ帳に、あ、ネクタイさんですね。あ、そして長木パーマさん、トイレットペーパーのメモと、あ、でこちらもほっこりで素敵ですね、ネクタイさん。いや、いいな。こんな感じでたくさん素敵なメモ入れてくださっていて、いや、いっぱいありがとうございます。で、嬉しい、グラシンの、これはデザインペーパーですかね、メジェド様すごく素敵なメジェド様のデザインペ、わー、これかわいい、ハニワだ。うわ、これ好きだな、土偶とね、なんて珍しい。すごく素敵なグラシンに、あ、これも多分ソカナさんだろうか。いや、綺麗な綺麗な音符柄のグラシン紙、
あ、これも素敵。コーヒー豆。コーヒー豆のグラシン紙に、わ、なんかグラシン紙のポケット付きのファイルとか、久しぶりにちょっと作りたくなるな。ありがとうございます。いや、すごくすごく嬉しい。紙物の詰め合わせセットと、であとこちらもすごいぎっしり入れてくださってるんですが、コツコツ集めていた我が家にあるヴィンテージ素材を詰めてみました。ぜひコラージュにお使いくださいませ。気に入るものがあるといいのですが、ということで、いや、なんかもうね、お気持ちが本当に嬉しいです。ちょっとね、一枚一枚は無理かもわからないんですが、あ、そして電車系のシールも入れてくださっていて、すいません、パラパラパラっとご紹介させていただく感じになるんですが、ヴィンテージ系のすごく素敵なペーパーたち、あ、かわいい。ナチュラル系なチェックも入れてくださっていて、使いやすそうなサイズ感のペーパーたちと、こちらはお城系ですかね、素敵な、あらら、いや、綺麗なお花系も綺麗、あらら、いや、素敵なペーパーたちのセットと、いや、すいません、こちらもいっぱい入れてくださってる、すごい。あ、ちょっと上下逆ですかね。こんな感じで使いやすそうな素材紙たちいっぱいですね。いや、すいません、たくさん詰めていただいて。あ、こちらはかわいい、ニット柄のかなりがっちりしたデザペですね。あ、かわいい、ニット柄だ。なんかね、こういうニットの絵柄ってほっこりしますよね。嬉しい。そう、ニットのね、絵柄のデザペないかなとか思って探してたりしてたんで、すごく嬉しい。かわいいな。秋冬にぴったりな感じで使わせていただきます。で、こちらもすいません、パラパラパラーとになるんですが、綺麗なヴィンテージ系の、あら、素敵、あ、かわいいヴィンテージ系なのにかわいい子たちがいる。なんかほっこりしますね。あ、好きな感じだ、すごく嬉しい。ありがとうございます。で、あとこちらがめっちゃ素敵、ブックマークですかね。かなりね、こう長くて、うわ、綺麗。あ、すごく好き。素敵なブックマーク入れてくださっていて、あら、綺麗だな。本を読むときとかにもね、そのまま使わせていただきます。で、ブックマークたくさんありがとうございます。で、あとこちらが可愛いステッカーたちも一緒に入れてくださってました。電車系に可愛いほっこりなハロウィンシールですね。今の時期にぴったりということで、早速マイブックなどにたくさん貼らせていただきたいと思います。本当にありがとうございます。で、続いてがこちらですね。いや、いただいた時びっくりしたんですが、ペットテープのペットテープをたくさん切って詰めてくださったそうで、ちょっとね、楽しみでチラチラ見ていたら、可愛いペットテープいっぱい入れてくれてたので、ちょっとね、見させていただきたいと思います。ちょっとね、一個ずつは出さないんですが、ほっこり系の可愛らしいマステなども全部作家3名、
本当にありがたいです。書いてくださっていて、ピンコイさんで買えますよとか、もう本当にね優しく書いてくださっていて、私ね作家さん見つけるのがすごく下手なのでめっちゃくちゃありがたいです。でこのラマディナさんっていう作家さんがすごくお好きな様子ですかね、たくさん入れてくださってるんだなと思ったんですが、私もねぜひチェックしてみたいと思います。こう目をつぶったね可愛らしい女性のペットテープで、こちらもラマディナさんですかね。で東南アジアとかこういろんなところからペットテープを買い付けされているそうで、なんかね見たことがない作家さんのものばっかりで、拝見しててねめちゃくちゃワクワクしました。こんな感じの可愛い女の子のペットテープだったりとか、あとメルカリなどでも購入できるそうですね。可愛い女の子の顔のペットテープとか、こちらもラマディナさんですかね、マレーシアのジャーナルページ、おしゃれなテープいっぱい、いやものすごく大量にカットしてこうやって入れてくださってたんで、ぜひね全部こう収納できるようなペットテープのケース作りたいなって思いました。ほっこり系の女の子だったりとか、なんかねこうショップとか見つけるの私下手だったりするんで、情報をこうやっていただけて本当にありがたいなって思ってます。あ、で今は扱ってませんとか優しく書いてくださってますね。で素敵な模様の絵柄だったりとか、ちょっとね絵柄が見えなくなってるものも多いんですが、これ気になりますねなんか狼男みたいなマスクかぶってる男の人の珍しいペットテープとか、こちらもかなり巻き入れてくださってますね。ありがたすぎます。もうこちらもラマディナさんですかね。ですごく素敵な冬の風景ですかね、素敵なペットテープも入れてくださってたり、いや前日に手帳の位置に行くことを決めたっていう風にお手紙に書かれてたんで、多分ねこれだけカットするのもめちゃくちゃ大変だったかと思うんですが、カットして全部作家さん名書いてこんな袋にね分かりやすく詰めてくださって本当にありがとうございます。手帳コラージュなどにね少しずつ楽しく使わせていただきたいと思います。本当にありがとうございます。で続いてがこちらですね。ワークショップに娘さんと一緒にご参加くださった参加者さんだったかなと思うんですが、めちゃくちゃ嬉しかったです。もうその場で見せてくださって、なんと江ノ電の新しいロルバーンです。嬉しすぎる、本当に嬉しい。いやー江ノ電ロルバーンはもうね欠かさず集めていけたらなって思ってたんで、めっちゃくちゃありがたいです。確か江ノ電ショップの近くにお住まいということで、これは買って持ってかなきゃっていう風に思ったっていう風に話してくださっていて、すごくすごく嬉しかったです。本当に今回はちょっと江ノ電が遠くに描かれていて、もうね江ノ島の街の素敵な風景が描かれてるよっていうロルバーンになっていて、ありがたい、大事にさせていただきます。本当にありがとうございます。であとこちらも江ノ電ショップで買ってくださったんかなと思うんですが、江ノ電の付箋セットですね。可愛すぎる、嬉しすぎる。手帳からこうちょっと出して江ノ電の頭が見えてるよっていう付箋かなって思うんですが、可愛すぎますね。こちらも本当に嬉しいです。であとこちらも非常に貴重かなと思うんですが、江ノ電のオリジナルマスキングテープですね。
沿線風景と江ノ電路線図ということで、どちらも嬉しい。後で伸ばさせていただくのがめちゃくちゃ楽しみです。本当にありがとうございます。で、続きましてがこちらですね。素敵な、ウィリアム・モリスさんでしたかね、袋に入れてくださっていて、後ろからね、こうサンリオの可愛いジップバッグが見えているんですけれども、あららら、あ、いや、まず非常に嬉しい MT のマッセラー、ギンガムチェック、細かいバージョン、これ大好きで、あっという間にね使い切っちゃったりとかするので本当にありがたいです。楽しく使わせていただきます。あ、よかった、お手紙も入っていた、カオルーさんということで読ませていただきます。あ、嬉しい、チェリッシュさんの27日のワークショップにも申し込んでくださったということで、私もまたお会いできること楽しみにしております。レターセット、これ可愛すぎる、どこのだろうこれ。あ、やっぱり最近レターセット熱が上がってるんだな。めっちゃくちゃ可愛い、ありがとうございます。素敵なお手紙と、で、可愛い、すごく素敵にハロウィンコラージュしてくださってて、女の子のほっぺがねたまらないですね、ぷくっとしててね。こちらはよいしょ、あららら、まずすごく可愛い、シールを入れる用の小さな平袋、ハロウィンの作ってくださっていて、あ、中も可愛い、ハッピーハロウィンって書いてある、こちらは女の子のフレークシールだったりとか、こまこまとした可愛らしいフレークシールいっぱい入れてくださってますね。あ、かわいい。ゴリ系な、あ、大好きな感じだ。クマちゃんのシールもありがとうございます。こちらが、レトロ喫茶、レトロチック喫茶店ということで、大好きですね、ホットケーキね。いやー、使わせていただきます。また食べたくなっちゃうな、これは。あ、で、後ろには、便箋とプチ封筒のセットですかね。こちらもありがとうございます。使わせていただきます。で、あと可愛らしいカードセットですかね。ちょっと懐かしい雰囲気だったり、カフェの絵柄入れてくださってたりとか、これは電車の添え文線、極楽寺坂。どこのだろう。読めないぞ。これは読めないぞ。鎌倉ステーション。あ、鎌倉駅なんですね。かわいい。とっても素敵な電車の添え文線も入れてくださってました。で、あとこちらが、なんともかわいらしい、ちょっとこう、海外系のステッカーですかね。かわいい。あ、かわいい。女の子柄だったり、多分おそらく韓国系ですかね。にゃーちゃん文具屋さん、あれ日本かな、違うかな。すいません、私あんまりショップ名まだまだね詳しくなくって。あ、で、これはハングルだから、いや、かわいいクマちゃんだ。いや、いいお腹のてっぷり具合で、すごく素敵なシールありがとうございます。で、あとこちらですね、かぼちゃの可愛らしいデザペで袋作ってくださっていて、あら、うわ、可愛い。これはキャンドゥとかなのかな、初めて見た。ハロウィンバージョンで、女の子もちょっとなんかハロウィンなお洋服着てる女の子とかいますね。かわいい。こっちもかぼちゃの帽子かぶってたりとかね、
いや、これはなんてほっこりハロウィン。いや、こういう感じ大好きです。ありがとうございます。で、あとこちらの可愛らしい女の子でコラージュして作ってくださった平袋ですね、こちらも開けさせていただきます。こちらは可愛いメモ帳たちですかね、ホコリ系だったりとかちょっとレトロ系入れてくださってたりとか、宇宙もありますね。あ、これも可愛い。レトロな女の子がいたり、レトロアニマルちゃんもいますね。ほっこりくまさんもいててくれたりとか、素敵なメモ帳のセットと、で、こちらのジップバッグに入っているのが、デザペのセットですかね。楽譜柄のデザペを入れてくださってました。こんな感じで、ありがとうございます。で、続いてが、こちらですね。なんかね、お菓子っぽいのが見えてるなと思って気になってたんですが、こちらは、ん？あ、かわいい！キティちゃんのリンゴポルト、へぇー！気になるちょっと開けさせていただきたい。あ、こちらはワークショップに参加してくださった方からいただいたやつだ。いや、可愛いですねってその場で見せていただいて、神戸のくまちゃんでしたかね、確か九州からいらっしゃってくださった参加者さんで、本当に本当にありがとうございます。いや、めっちゃくちゃ可愛い。なんだろう、角が生えてるからハロウィンバージョンとかなのかな。コーヒー神戸っていう風に書かれていて、神戸では有名なクマちゃんなのかな。どうもありがとうございます。可愛すぎます。すごく嬉しい。クマちゃんと、で、ちょっとこちら開けてもよろしいですかね。気になる。なんか非常にずっしりとしていて、わー、なんだろう、これは、うわ、ちょっと一個早速いただきたいと思います。うわー、いい香り。うわー、美味しそう。なんですかこれは。なんかね、キラキラしてますね。早速いただきまーす。美味しい。なんだろう、リンゴのね、果肉が入ったようなダックアースっていうんですかね、非常に好きな感じのおやつで、ごちそうさまです。めちゃくちゃ嬉しいです。で、あと一緒に入ってたのがこちらで、可愛いスヌーピーのハンコ使ってくださっていて、インクだ。スタンプ台だ。いや、もうね、スタンプ台も本当にちょこちょこよく使ってるんで、めっちゃくちゃありがたいです。いっぱい使わせていただきます。で、あとこちらが、なんだろう、ピアスをいただいたのは初めてのことですね。そう、いつもね、イヤリングつけてるんですけど、でもね、ピアスの穴もまだ開いてるっちゃ開いてるんで、うん、使えると思います。なんかね、和風のブルーの絵柄でめちゃくちゃ綺麗ですね。うわ、今度のイベントの時などにありがたく使わせていただきます。ありがとうございます。いけない。スタンプ台の中に可愛いお手紙も入ってました。読ませていただきます。いやー、4年ぐらい前から動画見てくださっているそうで、福岡から来てくださったということで、めっちゃくちゃ嬉しいです。本当に、本当にありがとうございます。いや、そんな、
もうそんなに長く応援してくださってる方がなんかワークショップに参加してくださったんだなって思うと本当に本当にね感激しちゃうんですが、で最終日2日間いらっしゃってたんですよね。で、まあ、ご飯をまともに食べれる時間がなかったんですよね、ほとんど1日目も2日目も。それで2日目の終わりくらいにこれでも食べてって言って、あのね揚げたてのポテトわざわざ差し入れで持ってきてくださったりとかして、そのねお腹のことまで心配してくださったりとかして、すごくねあったかい気持ちになりました。本当にごちそうさまでした。ポテトもめちゃくちゃ美味しかったです。で一番最後にオリジナル目印マーカーの電車のマーカーをつけてくださってたんで、ちょっと見せてください。あ、これは素敵、かっこいい電車の目印マーカーで、早速ね愛用。で続いてがこちらですね。すごいね綺麗なオーロラのバッグに、あ嬉しい、キララちゃんだ、かわいい、入れてくださっていて見させていただきます。そして続いてはこちらですね。はい、クリームゲンさんの可愛らしいメモをお裾分けに入れてくださってました。見せていただきたいと思います。紙箔の動画を見てくださって、ちょっとかぶっちゃったものもあるかもしれませんがっていう風に、でもねかぶっていたってクリームゲンさんは大好きなのでめちゃくちゃ嬉しいです。まず嬉しいクリームゲンさんの紙箔限定マステですね。いや、やっぱりねもったいなくてなかなか使えなかったりとかするのでめちゃくちゃありがたいです。であとかわいい、いや嬉しい、クマさんたちが集まって本を読んでるメモ帳ですかね。いやかわいい、ほっこりする、本当にありがとうございます。であとこちらクリムゲンさんの可愛らしい雨上がりのポストカードですかね。で、あ、折れないように厚紙入れてくださってて、でキューポ堂さんの綺麗ランプの中の星がキラッキラしてて、星屑リサイクルということで素敵なポストカードもありがとうございます。で続いてがこちらですね。すごくね可愛らしい作家さんのレターセットっていうんですかね、使ってくださっていて、中身見せていただきたいと思います。こちらは可愛い紙の詰め合わせセットっていう感じですかね。正当社さんの素敵なミニメモ帳っていうんですかね、あ嬉しい、スズランが入ってたりとか、こちらはピンコイさんでお見かけしたことある気がする、この猫ちゃんの絵柄は。で、かわいい印象的な素材紙入れてくださってたりとか、こちらも正当社さんでしたかね、あ、ちいかわも入ってて、あ、で、綺麗だこれ、以前こちら確かいただいたことがあって、作家さんの名前をまた忘れてしまった。でもめちゃくちゃ素敵、ありがとうございます。であとこちらがお手紙ですね、読ませていただきます。トランク型でめちゃくちゃ素敵なレターセットを使ってくださっていて、確かネムノキさんの、ネムノキさんですよね、うん、すごく素敵なメッセージカードありがとうございます。ワークショップも楽しみにお待ちしていましたということで、中のね、中のポケット部分もめちゃくちゃ可愛いですね、本当にありがとうございます。あとラッピングが可愛らしいこちらのお裾分けもいただきました。なんかね、いろんなテイストがギュッと詰まってて、すごくね可愛らしいお裾分けだなと思ったんですが、開けさせていただきます。ハロウィンのサンリオたちですかね、ポムポムプリンくんがぐるぐる巻きですねあ、
嬉しい。手作りのミニブックを作ってくださってました。いやーなんかなんて可愛いんだ。お裾分けっていう風に書かれていて、いやなんかこういう可愛らしいハンドメイドは本当に本当に嬉しい。わー小さくて可愛い。本当だ、お裾分けの小さなシールが、うわ可愛い。富士山だ。あ、で動物たちのシール入ってたりとか、うわめちゃくちゃ好きだ。和菓子のシールに、あ、アトムもいる。ブラックジャックにピノコちゃんで、うわかわいい。リアコイとか書いてある。なんかフォントが懐かしいですね。あ、これはゴロゴロニャンスケかな、合ってるかな。いやなんかワクワクする。あ、で可愛いアリスのシールに、あ、スプラトゥーンだ。え、違うかな、スプラトゥーンじゃないかな。可愛い。あ、で後ろもシールで小さくコラージュしてくださってて、いやなんかあったまる。なんて可愛い。ありがとうございます、すっごく嬉しいです。で、あとスミーさん、今作ってくださったのがスミーさん OK ということで、お手紙も読ませていただきます。すごく嬉しい。ワークショップとっても楽しみにしてましたということで、3月の上博で会えて嬉しかったですっていうことも書いてくださってて、わー嬉しいな。これからもね、あのマイペースになるかもしれないんですが、ちょっとずつ夢叶えられるように頑張りますんで、あのゆるゆると見守っていただけたら本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。ミニレターの裏まで可愛い。うさぎちゃんたちがなんて可愛らしい。いいなー。でこちらの可愛らしい小さなハロウィンなミニ封筒には、お、面白い。面白い悪気候になっていて、こちらプチシールのセットっていう感じですかね。素敵なシールの詰め合わせ入れてくださっているのと、こちらはマステ巻きですかね。キラッキラに、キラッキラに包んでくださっていて、これは呪術廻戦のナナミンがいる。主人公の虎杖悠仁くんもいる。呪術廻戦のマステなんてあるんだ。あ、で、しかも下はカルディだ。すごい。ナナミン。ちょっとね、切ない場面が多かった気もしますけど。でもナナミン大好きだな。で、あとほっこり系の可愛いマステ巻きも本当にありがとうございます。で、あとはおやつのお裾分けいただいたんですが、こちらもずっとお手伝いくださったママリンさんですね。おやつのカステラ文明堂ということで、大好きです、大好きです。ちょっと開けさせていただこうかな、せっかくだから。もうね、子供も私もカステラ大好物なんで、ありがたすぎます。一切れ残しとこう、これは。あ、美味しそう、嬉しい。いただきます。美味しい。美味しくて一気に食べてしまっているんですけれども、やっぱりカステラは文明堂ですね。本当に美味しい、ごちそうさまです、すごく嬉しい。で、一番最後に出店者様たちからも可愛いお裾分けだったり美味しいお菓子いただきました。本当にありがとうございます。ゆかさんと、こちらが確かゆかさんと、あとはちかほさんだったかなと思うんですが、あのお裾分けのね、いただいた中身の内容が違ってたら本当にすいません。もうね、私の頭が悪くて、しっかり覚えられてたらよかったんですけども、素敵なグラシンの袋に入れてくださっていて、
もうね、私が本当に気の利かない人で、その出店者様たちに何かお土産をとか考えられる余裕もなくて、なんかね、何も用意しなかったんですけど、うわ、美味しそう、うわ、かわいい。こちらがゆかさんからいただいたすごくかわいいお土産で、あのね、お隣のブースで段ボールが置ききれなかった時にね、あのスペース空いてるから入れますかって言って入れさせてくださったりとか、あとね、かなり長い時間夜市の時に一緒におしゃべりしてたんですよね。でね、ゆかさんも紙物が大好きっていうことで、おすすめのあの紙物ショップお伝えしたりとかね、紙物談義に花が咲いてめちゃくちゃ楽しかったです。ゆかさんが作られた布小物たちも今度はね、もっとじっくり見させていただきたいなって思っているんですが、オーダーメイドもされているようなので、概要欄に URL など記載させていただきますんで、皆さんもぜひぜひ足を運ばれてください。もうね、初めての初出店のお隣がゆかさんで本当に良かったです。ありがとうございます。ちょっとせっかくだからラストだし、お抹茶いただいてもいいかな。美味しそうだな。確かね、京都からいらっしゃってたって伺った気がしたんですけれども、京っていう風に素敵な刻印されていて、いただきます。うん、うわー、美味しい。あの、非常に抹茶がぐっと効いていて美味しいラングドシャですね。ありがとうございます。本当にごちそうさまです。で、こちらが確か八加穂さんからいただいたかなと思うんですが、こちらも違かったら本当にすいません。美味しそうな栗のガトーショコラということで、また動画だったりサブチャンなどでのんびり美味しくいただきたいと思います。本当にありがとうございます。で、一番最後にハリハリ会の出店者様から動画見ましたよっていう風に言ってくださって、電車お好きなんですねって言ってくださって、電車のマステ巻きですね、その場で巻いてくださっていただきました。ハリハリ会の方たちも初めてでね、ドキドキしてた中、すごく優しくお話ししてくださって、で、なんかこうハリハリ会さんの活動とかいろいろ伺ってね、私もなんだかね、嬉しかったです。次回ね、もうちょっとこうワークショップとか私もしっかり参加させていただきたいなと思ったので、また次回会えることを本当に楽しみにしています。今回は本当にありがとうございます。ということで、2日分のお土産開封、これで大丈夫ですね、全部以上ですね。ということで、お越しいただいただけではなくって、いろいろ作って持ってきてくださったり、美味しいお菓子だったりとか素敵な文房具なども本当に本当にありがとうございます。まだね、手帳の位置終わってから1週間経ってないんですけど、まだね、感無量っていう言葉がぴったりですかね。まだまだ感無量です、本当に。もうね、鎌ヶ谷店のワークショップに向けてちょっとずつもう今日から準備進めていこうっていうふうには思ってるんですけれども、初心者では参加は難しいですかっていうふうに聞いてくださった方いらっしゃったんですけれども、初心者さんで全然大丈夫です。初心者さんが作れるような工程で考えて、で、お伝えしていこうっていうふうに思ってますんで、カッターを使えれば誰でも問題なく参加できるワークショップかなというふうに思いますんで、よければぜひぜひお越しください。ということで、かなり長丁場の動画になったかなと思います。最後までご視聴くださった視聴者さん、あと、いけませんが応援していますっていうふうにコメントくださった視聴者さんたちも本当にありがとうございました。それではまた次回の動画で元気にお会いしましょう。つむじんでした。またねー。